9月、札幌市東区の国道です。右側から車線変更してきたトラックがいきなり急ブレーキをかけます。追突されたトラックから降りてきた男、追突したトラックの運転手に詰め寄ります。運転手の女性は男の問いかけには応じず、会社に電話します。向こうもドライブレコーダーあるか聞いてみて。いや、もうなんかやからみたいだから降りたくないです。この事故で昨日逮捕されたのは、追突された側のトラックの運転手、千葉翔太容疑者32歳でした。千葉容疑者は9月、札幌市東区の国道275号線で急ブレーキをかけて40代の女性のトラックを自分のトラックに追突させ、怪我をさせた危険運転傷害の疑いが持たれています。なまら横から左から煽られて、幅寄せされて前に入られて、私ブレーキ踏んだけどぶつかっちゃいました。現場はトラックなどの大型車両の交通量が多い札幌市郊外の国道です。危険運転のきっかけは、直前に脇道から国道に右折してきた被害者のトラックが自分の前に入ってきたことに腹を立てたとみられます。被害者が右折して国道に入ると、千葉容疑者がおよそ600メートルにわたって幅寄せや割り込みの危険な運転をしたのがドライブレコーダーからも確認できます。取り調べに対し、イラッとしてやったなどと話しているという千葉容疑者。警察は日常でも危険な運転を繰り返していなかったか調べています。